よし、じゃあ、バウムレンの鈴を使わせていただこう。これ渡しとこうか、ジェシカ。いでよ！バウムレンじゃないよな。近くのキラーパンサーだもんね。バウムレンは、上に登っていったからね。んじゃあ、このまま、さっきのところまで行こう。うん。ショートカット。そのまままっすぐ登ってみようか、ここから。宝があるだけかな。ウドラ驚きと惑ってビビり寄りやがって焼き払ってくれるな。やっぱね、道中敵いっぱい出てきたんだけど、やっぱ格闘パンチャーがね、強いね。一発50から60くらいしてきよるから、やばいね。強いなあいつ、ほんと。それに比べてこの木は大丈夫。パンサーの方がよっぽど強い。格闘パンサーね。満タン。あ、満タン、あ、満タンか。このまままっすぐ抜けてみよう。なんかモンスターいないかな。まっすぐ左行ってみようか。こっち登ってみようか。なんかね、エテの記憶が正しかったら、確かね、あれがあるんだよな、あれが。宝があるなあ、エテの記憶は、当てにならんな、どうやら。ああ、格闘パンサー。作戦変更でククールもガンガンにしとこう。ククールが意外とね、意味わかんないところで魔法トーンとか打っちゃうからね。かまいたち、ヤンガスならいい。よし、あと一発かな。痛いんだよ、60痛いんだよ。よし、鉄の爪とか落とさないかな。あ、エイトに爪っていう概念はないか。どうやらエテの記憶違いかな。とりあえずあいつ仲間にしとくか。おいよ。槍名人。野生の槍名人。ああ。いや、痛い。作戦変更。呪文。ベホイミ・ヤンガス。確かこのオークはね、回復ホイミなかったっけな。まあ言うて MP がないだろうけどね。で、ホイミ自分。まあこれで、仲間にして、骸骨のスケさんと、スケさんとあと何さんだったっけ。スケさんと何さんだったっけ。あれうこっけ、あ、そう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 。すけさんうこっけで、この多くにしよう。うん、なんかなかなか強そうじゃん。うん。いいメンバーだね。剣が2人と槍1匹。うん。回復順。よし。モンスターどうか。野生のヤルメイジ、オークキング、獣、オークス、いいよ。で、作戦でチーム編成、入れ替え、ハイパーポンゲ、スラリンをオークスに。いいんじゃない？なかなか。OK。じゃあ戻りますか。戻りましょう。ここじゃなかったか。また別場所か。いやね、エテのね、予定ではね、パフパフがね、受けられる、パフパフのチャンネルの場所だと思ってたんだけど、違うかった。また、違うかったっけな、ここだったような気がするんだけどね。ベギラは。マヌーサはいらないと思うけどな。当たるし。やっぱ雑魚戦の時はガンガンにしとこう。まあ一応川向こうも行ってみようか。うん。なんだと。なんだと。なんだと。世界中の方を使いやがる。お、世界中の歯落とさねえかな、こいつ。落としても、ええんやで。落とさんだ。対側に行ってみましょう。あれ、ここ降りれないんかーい。よし、これで左側行ってみようか。こっちあー、嫌なメンバー、嫌なメンツ、逃げる。あれまともにやり合ってたらほんと被害がでかい。宝が一つあるだけか。戻るか、じゃあ。うん、特に何かがあるってわけじゃなかったな。宝箱がありましたって感じですね。こっちは長い。この段差ぐらいさ、ピョンと行ってくれないかな。いやけどね、行ける場所が増えるわけじゃないって言ってたもんね。3匹か。逃げて失敗してなんかダメージ食らうのもね、嫌だから、ね、ここは戦っておこう。間違えた。3人1組のグループじゃないのか、君たちは。1体に対してギラ打っちゃった。レギュラーは打っちゃった。これはミスだ。supplies.やばいよ、うん、いいね。ヤンガスに固めてくれれば全然問題ない。はい、オッケー。レベル上げしないとまずいな。このまま下降りていって、何の道なんだろうね。じゃあここただ単にバウムレーンの導く通路なのかな。ここが本来のルートなのかな、うん、でこっち行けばサザンビークがあると。うわー、これ厄介だな。頼む、逃がしてお願い。よし、まあ逃げてばかりじゃ積みかねないんだけどね、うん、あー右だ、うん、右、この地図上のちょうど右側の川のあるところ、あそこがパフパフだ、うん、あそこパフパフエリアだわ。とりあえず道なりに降りていくか。そうだね。よし。なんか建物あるし。あれかな？宿屋かな？よし。降りたい。ほいと。どうも。街頭東へ進むとサザンビークだ。サザンビークね。サザンビークはクラビウス王の治めるでっけえ王国だぜ。虹の森の奥に目の見えない老人が住んでいる家がありましてね、つい先日そこに商売しに行ったんですわ。目が見えないとなると買い物の時お釣りをちょろまかされたりしたこともあったんじゃないかなと思ったんです。すべての商人が、善良な商人ばかりとは限りませんからね。もちろん私はすぐにお釣りを出しましたとも。でもじいさんはこう言ったんです。買い物で釣りをごまかされたことなど一度もありませんよって。いやー、驚きましたね。もしかして心の中を読まれたのかな。単なる偶然だと思いたいんですが。読まれてるね、それね。僕らは商いをしながら、大陸中を旅しています。必要なものがあればお渡ししますよ。見るだっけ。三河氏の服、コーラの、窓の実の剣、うわ、つえー、欲しい。9個欲しい。9個もいらん。9個はさすがにいらん。宿かな、ここは。うん。手違いでヘビ革のムチをたくさん仕入れちまって、案の定売り残っちまった。売るために工夫したんだ。錬金でヘビ革のムチをドラゴンテイルに作り変えたのさ。やり方は秘密ね。けどヒントくらいならいいかな。ドラゴンテイルっていうくらいだから、竜の何かを使うんだ。それも2つね。まあ、竜の鱗かな。竜の鱗でいいの。なんだここ。宿屋も神父もいねえじゃねえか。ここ。なんだここ。どうする？進むか。多分道なりにずーっと行かなきゃ、南東って言ってたもんな。ずっと右だろうな。で、途中上に寄ったりしたいし、で、そろそろ今50分ちょいだから、一旦ここで区切っとこうかな。で、次回はちょっとここの周りを、探索しつつ、探索言っても、まあ、パフのとこ、重要なのはパフパフだからね。なんと言っても。だね。そんな感じで。一回ここで区切ろう。またここからスタートしよう。一回手は、このまま、セーブしに戻るが。はい、では一旦ここで区切ります。ご視聴ありがとうございました。